はい、本日はですねこちらに置いてある大型財布3つですね、1,2,3 点を紹介していきたいなと思います。で今回ですね、あ、3つも財布紹介するんやーっていう感じだと思うんですけど、それがですね、これ僕だけじゃなくて実は東急ハンズさんとのコラボということになってまして、あの東急ハンズさん本当にありがとうございますというところでお話していきたいなと思うんですけども、実はこれ後半でも言うんですけど、普通に店頭、東急ハンズの店頭でもこの動画が流れてるということになってるので、まあまあそれはおいおいね喋ってはいくんですけど、今日はまあ何の動画かと言いますと、財布の動画となっておりますので、財布を紹介していくんですけど、まあ、今回最初言ったみたいに大型ちょっと大きめの財布っていうことになってるので、まあ、今までちょっとこう荷物が入らんかってなとか、カードを激戦して入れやなあかんかってなっていう方なんかは、あの、まあ、後でも言うんですけど、めちゃくちゃカード入れれる財布があったりだとか、まあ、それこそスマホ入れれたりパスポート入れたりするっていうのもあったりするので、まあ、そういった財布を3つ紹介していきたいなと思います。それぞれもうメーカーはもうバラバラなんで、一つ一つ特徴とかお話していきたいなと思いますので、今日の流れとしてはですね、まずそれぞれの財布の形とか、まあ、特徴っていうのを 1,2,3 点紹介していって、でその後に、まあ、毎回言ってるんですけど、どんなものにもデメリットがあるって言ってますので、まあ、デメリットを紹介していって、じゃあその次におすすめの人って誰なのっていうところになってくると、まあ、こういう方におすすめですっていう感じがあると思うので、そういうところのお話をして、最後に先ほど言ってたあの店頭で僕のこの映像が流れてるっていう話したんですけど、まあ、そのお話をしておしまいという感じでいきたいなと思いますので、まず一つ目から見ていきたいなと思います。まあ、まず形とか特徴いきたいなと思うんですが、一番最初はですねこちらいきましょうか。こちらがゾンネというメーカーの財布になってます。まあ、これも全部そうなんですけど、本革の牛側で作られてるんですが、こちらのゾンネっていうのはですね、もう僕の視聴者の方結構多いんですけど、まあ、大人の男性の方が見てはることが多いんですよね。なので結構まあビジネスバッグとか、そういうビジネス系の小物とかで持ってはる方も多いと思うんですけど、そのメーカーが出してる財布ということで、まあ、形を見ていきましょうか。まあ、パッて形見ていくと、まずこれ特徴的な何っていうと紐ですよね。おお、こんなとこに紐ついてんのということで、紐ついてるんやったら俺いいですわっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、ちょっとそこは待ったということになってて、まあ、あのこれはですね、紐はね簡単に外せるので、後でそれは見てもらうんですけど、まあ、紐がついてるよと。でサイズ的にはどれぐらいかというと、やっぱスマホより大きいので、まあ、一般的な長財布かなっていう感じの印象はあると思うんですが、これ実は特徴があるんですね。もう特徴何があるのっていうところになってくると、ではまず一つ目の特徴から見ていきたいなと思うんですが、これですね、普通の長財布かなと思いきや、この横側になんか入れれるものが、入れるところがあるんですね。これ何入れんやろなと思ってパッと見たら、あ、レシートでも入れんのかなと思って、よくよく中を見てみるとですね、あれなんかスウェードっぽい生地、これ要はメーカーの人から言わせたらピーチスキンっていうんですね。ピーチスキン、はてと思ったんですけど、なんか桃の皮のようなふさふさ感みたいな感じの生地がここに使われているので、柔らかいんですよ。レシート入れるのに柔らかさ必要なんかなと思って、ようよう聞くとですね、これ実はスマホが入るんですね。ではなるほどということで、一回スマホ入れるじゃないですか。あ、本当だ、ぴったりだということで、ぴったり入って、あ、よかったやんってことになってるんですが、これスマホぴったり入れるのありがたいんですけど、使えなきゃ意味がないよねということになってて、僕一回これ電車で使ってみようと思って、このスマホの中にね、あのスイカが入ってるんですよね。イコカかな、スイカが入ってるんですね。でそれで一回通ってみようということで、これを入れてこのままピッて通してみたんですよ。ほんなら無事通れたっていうことになってるので、あ、これこのまま財布から出したりせずに、もうこれ入れた状態で、電車行き来したりもできるし、もちろん定期入ってたら定期とかも全然できるとは思うんですけど、こういったところが計算されてるっていうのは、まあこの財布の特徴で、次にスマホ以外にパスポートとかも入るらしいんですね。へーということで、まあ、僕のふざけた顔の写真を一回ちょっと今見てもらってるんですけど、こんな写真のねふざけた顔で寝癖でこれ撮ってるんですけど、ちゃんとあんた撮った方がいいでって嫁に言われたんですけど、まあまあいいねん、俺こんなん別に誰も見えへんしって言ったら、結局数万人の人に見てもらってるっていうことで、最初は誰にも見せるつもりはなかったんですが、気がついた YouTuber になり、そして、こんな寝癖の頭をいろんな方々にご覧いただいてるということになっておりますので、人生何が起こるかわからんっていうのは、まあ一回ほっといて、これねパスポートもシュッて入るっていうことになってるので、やっぱり旅行とか時とかはいいかなと思いますし、もちろん普段使いするっていうのであれば、こういった財布を入れるっていうこともあると思うんですが、まあ、これが一つ目の特徴と。で二つ目の特徴は何かっていうと、やっぱりこのポーチですね。ポーチ型の紐がついてるってことで、これがもしかしたら人によっては嫌やっていう人もいてれば、ありがたいっていう人もいてると思うんですけど、まあ、これは外せるんですね。簡単に着脱パチって外したりできるので、まあ、それこそ例えば仕事の時とかはこういう使い方してるけども、土日の休みの時なんかはこのポーチをつけた状態にして、もうこの中に、鍵とかお金とかスマホとかも持ち出して、もうこんな感じで持っちゃってデート行くんだみたいな形もできるっちゃできるということになってますね。でその次はピュッて開けていきましょうか。開けていくと、普通ってこの小銭のとこってジップついてるじゃないですか。でもこれに関してはジップないんですね。ジップないんかということで、これ飛び散ったりせえへんのってことやったんですけど、一回小銭を掘り込んでみて、でガチャガチャ振ってみたんですよ。ガチャ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 、まあ多分これを見ていただいて良識のある大人の方はですね、こんな財布にでガチャガチャすることはないとは思うんですけども、一旦まあガチャ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 していくと、ほんでまあパッて見てもらうと、
全く飛び出てないということで、これは試行錯誤されて小銭が飛び出ないような高さに設計されてるらしいんですね。ほうほう、なるほどということで、そもそもじゃあなんでこれジップ外したんっていうことなんですけど、やっぱり財布が大きくなってる以上ジップがいっぱいあると取り出しが面倒くさいっていうことで、より手数を減らそうっていうことで、ここはジップがあえてなくしてるということのようです。そして次の特徴がですね、これカードケースが縦に入るんですね。珍しいなということで、基本的にカードケースといえば横に入れると、横に入れるのは見栄え的にはいいけども、じゃあ次取り出そうと思ったら取り出しにくいというのがあるんですよね。まあ、これは困ったなということで悩んでる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これは縦に入れることによって取り出しがめちゃくちゃしやすいんですよ。ただ注意なのが、この両端のところっていうのはちょっと角に当たることがあるので、まあ、ここちょっと若干使って注意かなと思うんですけど、真ん中のところに関してはもうピュッ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 取れるので、まあ、よく使うカードとか、よく使う、まあ、カードですよね。まあ、そういうのは真ん中に入れとったら使いやすいんじゃないかなということになってます。一応これが両方に3箇所ずつあって計6箇所、そして内側にも1、2箇所あるので合計10箇所ですね、カードが入れるということになっているのがこの財布の特徴です。では次の財布いきます。次の財布がですね、こちらの財布ですね。こちらがイズイットという財布になってて、イズイット、まあ、知らない方がさへーっていう感じだと思うんですけど、まあ、これを言ったら大多数の方があーってなると思うんですが、半沢直樹で使われてたカバンがイズイットなんですね。へーそうなんやということで、僕は半沢直樹見てないので全く知らないんですけど、まあ、多くの方は見てると思うので、へそんなメーカーのとこが出してる財布なんやということで、もうこれの特徴とか形をまず見てもらいたいんですけど、まず何っていうと、もうパッて見た瞬間にあれ普通とちゃうなということで、何が普通と違うかって、そうですよね、ジップですよね。ジップが2つある、こんな財布見たことないでということで、まず片方開けていきたいなと思います。片方バッて開けていくとですね、あ、これに関しては普通の財布っぽい感じですよね。カードケースが横にあって、真ん中には小銭ケースがあると、で、逆側にもちゃんとカードケースがある。あ、これ普通の財布っぽいですやんと。じゃあもう片方の方をピュッて開いたら、これはどうなってるの、全く同じようになってるの、それとも今まで見たことないような形になってるのをね、教えてということになってくると思うので、じゃあこれを開いてみましょうということで、一回パッと開いてみると、これはカードケースオンリーなんですね。うわ、こんだけカード入ったりしたら激戦線でいいやんということで、皆さん多分普段使われてる財布とかってカードパンパンにするともう盛り上がってくるじゃないですか、財布自体が。だから結構激戦されて、うわこのカード1軍にしたいけど、まあ2軍でいっかとか、うわこのカード2軍でギリ入ってたけどもう3軍になっちゃったから、これはもう入れられへんわっていうことあると思うんで、結局買い物しようと思ったら、あ、ポイントカード家に外しちゃったっていうことあると思うんですけど、こんだけカードがあって合計27枚入れれるんですね。最大27枚もカード入れれるんやったら、ジムのカード、ポイントカード、スーパーのカード、クレジットカード、免許証のカード、何でも入れれるということになってて、まあ、一番多いのはなんか新しいこと始めたりとか、なんか引っ越しとかした時に近くのスーパーとかでポイントカード作ったりとか、あと新しい趣味で釣りしだしたらなんか釣りのポイントカード作ったりとかすることあると思うんですけど、まあ、なんせポイントカードって減ることはないじゃないですか、けど増えていくことはあるということになってるので、まあ、こういったまずカードがいっぱい入れれるということになってます。最大27枚ですね。そして次がですね、小銭ケースのところになってるんですけど、小銭ケースのところはこれ次がジップついてるんですね。あ、これはまあまあよく見るタイプやなと思うんですけど、これジップついてさらに L 字なんですよ。ほうということで、 L 字になって何がいいかというと、普通の上だけのジップやったらこの開く幅ってまあまあそんなに開かへんじゃないですか。だけどこれを L 字にすることでもうガッパーと開くんですよね。それから小銭がいっぱい入ってたとしてもすぐ見つけやすい。例えば片方には500円と100円入れて、もう片方には10円と5円と1円入れようかなみたいな使い方したら、もっと多分取りやすいと思うんですけど、まあ、そういうのめんどくさいんだったらポンと取り込んでたらいいと思うんですけど、まあ、そんな感じで、L 字の小銭のジップが使われているということになっております。そして次の財布がですね、こちらですね。これはですね、東急ハンズさんがオリジナルで出してるレザーになってるんですね。へえそうなんやということで、これ見てもらうとちょっとマットな質感っていうのが映像から見て取れると思うんですけど、今まで紹介した1つ目2つ目の財布、ポーチ型の財布であったりダブルジップの財布と打って変わってめちゃくちゃシンプルなんですね。おお、シンプルやなということになってて、まあ、よくよく見ていくと L 字型のジップの長財布ということになってて、じゃあこのジップヒューって開けていきましょうと。でピュッて開けていったら、あ、これも小銭のジップがないタイプなんですねっていうのはあるけど、それ以外は別に特に変わったところっていうのはなかったりするんかなとかって思ったりするんですが、まあ、これにも一応特徴があるのでお話をしていくと、まず一つ目っていうのがこの革ですよね。この革が何が特徴的なのかっていうと、同じ全部本革の革を使われているって話は一番最初に言ったんですけど、実はこれだけ生後3ヶ月未満の牛の革が使われてるんですね。だから
それが何がいいかっていうと柔らかいんですよ。こうパッて見てもらったらマットな質感もそうなんですけど、柔らかさがあるっていうことでよく手に馴染みやすいんですよね。まあ、なのでこれはあの実際店頭で触ってもらったら分かると思うんですけど、あ、確かに柔らかいなっていうことで、牛革ってもっとガシガシした、ベルトとかも結構ガシガシしてる感じあるじゃないですか。まあ、革靴もそうやけど、そういうイメージだったけど、あ、やっぱこうベビーカフってこの生後3ヶ月までのやつってめちゃくちゃ柔らかいねんなっていうことが、まあ、これの一つ目の特徴かなと思いまして、で次2つ目の特徴何なんかっていうと、バッて開けていくとやっぱ小銭のジップがないところですよね。これ小銭のジップないのって小銭飛び出さへんの、いや最初いっちゃん最初飛び出さへんかったやん、ほなじゃあこれも飛び出さんよねっていうことで、まあまあ一応やってみましょうということで、小銭をこの中にポンと入れて、で次にこれはチャックを閉めていきますと。でこの時にチャックを閉めないと振ったら、それはもちろん飛んでいくので、それはご注意してくださいとか、それはご自身で責任を持ってくださいねっていうことになってるんですけども、まあ、よく友達と飲みに行ったりとかしてて、酔っ払ってきて、小銭は入れてチャックは閉めたけど、なんかもうこんなんしてこんなんしてなんかこんなんして歩いてたりしたら、知らん間に小銭が中でぐちゃぐちゃうじゃうじゃ動いてる時ってあるじゃないですか。ほんならうわ俺小銭ぐちゃぐちゃなってるけど、どないしよう大丈夫かなと思って、これパッて見てもらったらですね、おーっとしっかりこの中に収まってるということで、これも小銭が飛び散らないように計算されて作られてるということなんで、なるほどこれも小銭が飛び出さないということになってて、まあ、至って他はシンプルな感じじゃないかなというのが特徴となっております。はい、ということで、じゃあ次はデメリットですよね。お前それ東急ハンズさんとコラボしてるから英語としか言わんのちゃうかというところだと思うんですけど、しっかりデメリットも言いますということで、これは東急ハンズさんの方から嫌な顔されるかもしれないんですけど、まあ、物には必ずデメリットがあるかなと個人的には思っておりますので、まあ、その辺も参考にしてもらいながら見てもらえばいいんじゃないかなということで、まず一つ目っていうのがこちらいきましょうか。このゾンネのタイプの財布っていうのはですね、まあ、おそらく使い勝手とかは全然問題ないかなと思うんですよね。それこそカードとかも多分取りやすいやろなとかって思ったりするんですが、やっぱり最大の特徴であるこのポーチで、ポーチの部分っていうのを外せば紐はなくなるっていうのは先ほど言ったんですが、この金具っていうのは残ってるんですよね。だからこの金具が残ってるところって、もしかしたら人によったら、わあこういうのちょっといらんねんなっていう人もいてたりすると思うので、まあ、それこそね、めちゃくちゃシンプルな財布がいいっていう方であれば一番最後に紹介したやつがいいと思うんですけど、まあ、こういったポーチにできるっていうのが最大の特徴でもあるけども、人によったらめちゃくちゃ引っかかるところかなというふうに思いますので、よりシンプルなものを探してはるとか、よりビジネスシーンだけで使いたいってなってくると、ちょっとこの辺は、まあ、デメリットになってくるようなデザインかなというふうには思います。まあ、使い勝手的には特に問題ないかなとは思うんですけど、まあ、そんな感じになってて、で次の、こちら行きましょうか。大容量のダブルジップついてるイズイットの方の財布のデメリットっていうのは、これ何かって言いますと、容量がでかいのはめちゃくちゃいいんですけど、その反面やっぱめちゃくちゃ重いんですよね。でこれっていうのが今普通に何も入ってない状態なんですけども、 280g ぐらいあるんですよ。で280って最後でピンとこうへんって方もいらっしゃると思うんですけど、一番最後に紹介したこの東京ハンズのオリジナルの、もう至ってシンプルですって言ったやつあるじゃないですか、これが 120g ないんですよね。これ120g なくて、こっちは280あるってことなんで、単純に倍以上の重さがあるんですよ。って考えると、あ、結構重たいなっていうのが分かっていただけると思いますし、それこそここからポイントカード入れていったり、小銭大量に入れていったりすると、まあ容量というか、容量が大きいのはいいんですけど、その代わり重さっていうのは結構ずっしり重たいんじゃないかなというところではあります。で最後はですね、こちら東急ハンズのオリジナルの方に関してはですね、やっぱり良くも悪くもシンプルなんですよね。だから味気ないといえば味気ない、まあ普通やなっていう感じになってて、まあ今までシンプルな大人っぽい財布持ってない方とかは、まあ後でねおすすめの人でも言うんですけど、ありやと思うんですが、まあ、シンプルすぎるっていうところが、まあいい点でもあるけど悪い点でもあるんかなというところでは思います。はい、ではですね、最後おすすめの人をそれぞれ言っていきたいなと思うんですが、こちら一番最初に言ったあのポーチですよね。ポーチタイプのゾンネの財布に関してはですね、これどんな人がおすすめかというと、これは僕やったらオンでもオフでも使えるかなというふうに思ってて、まあ、例えば日常の普段月曜日から金曜日までの仕事の時っていうのは、この紐を外しちゃってこんな感じで、ここにスマホ入れて通勤していくと。でこれは電車も乗れるし問題なく通勤していって、で週末になったりしたらですね、こうやって紐をつけていってあげれば、まあこんな感じで首から垂らしてあげればオンでもオフでも、まあこうやったらデートとか行く時にこんな感じで行ってもいいかなと思ったりもするので、まあこれ1個であの仕事も普通にプライベートも使いたい方なんかおすすめだと思いますし、それ以外にやったら例えば旅行ですよね。どっかに旅行行ったりとかしたら、わざとポーチ持っていかなあかんけど、じゃあポーチの中に何入ってるって言われたら、まあ財布と、パスポートと携帯ぐらいかなってなったりしたら、もうこれだけで完結するんですよね。これはもちろん財布じゃないですか。でこれ次にスマホ入れるじゃないですか、ここに。でちょっとパスポートはここに入れても全然入るんですけど、ちょっとパスポート怖いなと思ったら、これは中に入れるじゃないですか。
でこの中に入ってるんですけど、ってなったらこれだけでもう旅行カバンになっちゃうんですよね。まあ、なのでそういった方なんかにもおすすめかなっていうのがこちらのゾンネの、ポーチ型の財布になっております。で次のですね、この大容量の方のイズイットの方ですね、こちらのダブルジップのあのでかいやつですけど、これじゃあどんな人におすすめなんかっていうと、やっぱりこれ買い物が多い人にはおすすめかなというふうに思うんですよね。まあ、例えば今独身で暮らしてはる方なんかで一人暮らししてはる方はやっぱスーパーとか行く時も自分の財布でもちろん行くと思いますし、あと友達と遊びに行く時もこの財布やろうし、仕事行く時もこの財布やろうってな考えたら結構カードとかが大なったりとかしやすいんかなと思うんですけど、まあそれこそ特徴のところでも言ったみたいに、やっぱカードの容量がめちゃくちゃでかいので厳選せんでいいっていうのと、あと現金もめちゃくちゃ放り込めるので、特に買い物が多い方なんかにはこの財布はおすすめになってくるんじゃないかなと思います。まあ我が家は基本的には僕は買い物しないので、嫁が買い物するので、それ用にもう財布を分けちゃってるんですね。だから我が家には今財布が5つぐらいあるんですけど、まあそういうのって結構めんどくさいかなと思うんですが、まあ、そういうのが嫌な方なんかはこれ1個にもうボンって集約しちゃえば、いちいち入れ替えたりする必要がないという感じかなと思います。そして最後のこちら東急ハンズのオリジナルの財布のおすすめの方はですね、これやっぱり今までこういったちょっと大人っぽい財布に手出してこうへんかった方なんかにはこれめちゃくちゃシンプルやし、本革やのになんと値段が結構安いんですよね。1万円ちょっとぐらいですかね。あの下の動画説明欄に値段とかは詳細書いてると思うんですけど、値段がいかんせん安い割にしっかりちゃんとした作りでシンプルな大人っぽいのが買えるって考えると、まず一番最初導入するとか、一番最初こういう大人っぽい財布が欲しい方なんかには安くて本物の財布っていうところで、まあいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでデメリットでも言ってたみたいに、今までこういった財布をいっぱい持ってはる方とか、それこそこういろいろこだわりがあって持ってはる方なんかは、まあどうかなと思うんですけど、一番最初の今までこういった大人っぽい財布持ってない方なんかには手を出しやすいんじゃないかなということでおすすめかなと思います。まあ、それぞれあの実際動画だけじゃなくて触ってみたいっていう方なんかはですね、店頭、東急ハンズさんの店頭に行ってもらえればこれと全く同じやつがあったりとかしますし、それ以外にもですね、あのこの僕が喋ってる様子とか僕のチャンネルっていうのが全国の東急ハンズ内で流れるらしいんですよね。だから僕はこのチャンネル一番最初に始めたのがですね、ヒッチハイクの動画で始めたんですよね。でそのヒッチハイクの紙を買いに行くのがその東急ハンズさんに行ったのが初めなんですよ。でそこで買った紙を持ってヒッチハイクをして動画を撮って YouTube に1本目として上げたのが、気がついたら東急ハンズさんからお仕事がもらえるようになったということになってて、あちょっと感慨深いなと一人でちょっとジーンとしてるんですが、まあ、そんなところはどうでもいいということになってると思いますので、まあ、そういった感じであの店頭でも見れるので、気になる方は店頭で見ていただければ、よりもっと詳しい質感とか触り心地とか、確かにベビーカフめっちゃ柔らかいなとか、これ大容量めっちゃでかいやんとか、あポーチって意外と便利やなっていうのが分かると思いますので、あの気になる方は見ていただければいいかなというふうに思います。まあ、僕もですね、実際これから使っていって2ヶ月後ぐらいにこれどうなんか、実際ほんまに使っていくとやっぱちょっと微妙なとかあるなとか、ここやっぱちょっと言ってたけども意外とあかんかったですわみたいなのも正直使っていくとあると思うんですよね。だからまたそれは2ヶ月後ぐらいに、2月ぐらいですかね、まあ来年の年明けて2月ぐらいにまた使ってみた使用レビューみたいなのを出そうかなと思ってますので、まあその辺もまた楽しみにしていただければいいかなというふうに思います。ということになってますので、本日はですね大型財布を3つ紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。